皆さんは格安ガソリンスタンドを見かけることはありませんか？大手のガソリンスタンドよりも割安な価格でガソリンを販売しているガソリンスタンドは少なくありません。ガソリンを割安で販売するスタンドはプライベートブランドや無印 SS と呼ばれたりします。こうしたスタンドがなぜガソリンを割安で販売することができるのかということを把握しているドライバーは少ないと思います。割安でガソリンを給油できることは、物価高の昨今では非常にありがたい存在です。今回はそんな格安ガソリンの秘密に迫っていきます。この動画では格安でガソリンを販売できる理由と日本のガソリン供給システムのルールにも触れていきます。ガソリン価格は高い状態が続いています。ガソリン価格は2021年に入ってから右肩上がりが続き、資源エネルギー庁が発表した2022年1月4日時点のレギュラーガソリン店頭小売価格の全国平均は1リットル当たり 164.7円。当時 SNS ではガソリン高すぎ、ガソリン高いとユーザーからの悲鳴が多数見られました。そんな中、石油価格の高騰を受け、政府は元売り企業に補助金を出す価格抑制策を実施するなど、政策としてガソリン価格を抑えようとしていますが、その効果は限定的なものにとどまっています。直近の2023年4月17日の調査でもレギュラーガソリンの店頭小売価格は 168.2 円となっており、高止まりが続いています。歴史的に見ても日本はガソリン価格は激しい変動が続いている国であることが傾向として見られます。1966年4月から8月時点では1リットル50円だったガソリン価格は2度のオイルショックを経て、1982年には177円まで高騰します。その後逆オイルショックになり、ガソリン価格は下がりますが、サブプライムローン問題の影響で2008年に再び高騰した直後にリーマンショックになり急落しています。その後再度上昇しますが、米国が原油輸出を解禁したことが原因で2016年3月には109円まで落ち込みました。このように急激な上昇や下落を繰り返しながらも、現在の160円後半という値段はかなり高い値段であることは統計から読み取ることができます。そんな中、安い価格で給油できるということで注目度が高まっているのが、いわゆる格安スタンドです。格安スタンドは業界ではプライベートブランドのスタンドや無印スタンドと呼ばれており、大手とは一線を画す存在です。現在日本国内に石油元売り大手はエネオスホールディングス、出光興産、コスモエネルギーホールディングスの3社があります。それ以外のブランドを掲げているのはおおよそプライベートブランド、もしくは無印 SS のガソリンスタンドということになります。元売り系のガソリンスタンドはそれぞれの石油大手が直接卸したガソリンを販売しています。ちなみに業界ではこの系列向けのガソリンのことを系列玉と呼びます。石油元売りが系列のガソリンスタンドのために用意したガソリンというイメージです。一方で格安スタンドでは仰天玉と呼ばれるガソリンが販売されています。この仰天玉というのが価格差を発生させる要因となっています。仰天玉とはいわば余剰ガソリンのことです。ガソリンは原油から精製されますが、基本的には供給量は過剰な状態です。原油から石油を精製する段階で一定の割合で LP ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油の5種類に分離されます。このことからガソリンの需要だけで石油の精製量を変更するわけにはいかないため、例えば重油目的で石油を精製しガソリンが余るということが発生します。こうして精製されたガソリンは系列店に優先で卸されますが、それでも余ったガソリンが仰天玉となって格安スタンドに安く供給されるというわけです。格安スタンドはガソリンを安く仕入れられるため、その分安く消費者に提供できるというのが系列店との価格差が発生するという仕組みです。このことから格安ガソリンスタンドはよくわからないところから闇ルートでガソリンを仕入れているのではなく、大手元売りの余ったガソリンを安く仕入れているというのが正しい認識といえます。
そのため格安ガソリンスタンドのガソリンは質が悪いという噂も間違いで、大手系列店とガソリンの品質は基本的には同じものです。イメージとしては大手石油元売りと同じタンクの原油から精製されたガソリンということになります。ちなみに日本ではガソリンの品質を規制する法律が制定されており、どのスタンドで給油してもほぼ同じ品質のガソリンが提供される仕組みとなっています。日本のガソリンの品質は実質規格と揮発油等の品質の確保等に関する法律によって品質が担保されています。品質確保法は実質規格を標準品質とし、その中で特に環境と安全に影響のある8項目を強制規格に指定しています。強制規格を満たさない製品を販売することはできないルールで、強制規格を満たさない製品を輸入する場合は品質調整計画を明らかにし、経済産業大臣に届け出を提出する必要があります。確かにドライバーの間ではまことしやかに、あそこのスタンドのガソリンは質がいいであったり、あるいはその逆の評判が立つことがあります。ガソリンの質という意味では、確かに作られた製油所や作られた時期によって小さな差はあるかもしれません。しかしその差はほぼ微差であり、一般のドライバーが車の運転でその差を感じることはほぼありませんし、感じたとしたら気のせいであることがほとんどです。少なくとも実質規格と揮発油等の品質の確保等に関する法律が守られている限り、ドライバーにとっては格安ガソリンスタンドでも高い品質のガソリンを給油することができるというわけです。ハイオクやプレミアムの場合はメーカーによって多少の違いがあるケースがあります。ちなみに日本ではガソリンといえばレギュラーとハイオク、軽油の3種類がスタンドでの標準的なラインナップですが、アメリカでは4種類用意されることが一般的です。アメリカのガソリンですが、レギュラー、ミディアム、ハイオク、軽油の4種類が一般的で、スタンドではオクタン価の数字が書いており、87がレギュラー、89がミディアム、93がハイオクになっています。またアメリカではガソリンにエタノールを 10% 混合した E10 ガソリンというものが広く普及しています。バイオエタノールは通常のガソリンより金属やゴムを腐食、劣化させやすい特徴があるため、車両、エンジン側で E10 への対応が必要でありますが、エタノールでガソリンの役割を担えるということで普及が広まりました。エタノールはトウモロコシから生産されており、まさに畑から燃料を作っているというわけです。ドライバーとしてはガソリン代を少しでも安くしたいという悩みはつきません。ここからは燃費を少しでも向上させる方法やガソリンを安く入れるための小技を紹介します。車のメンテナンスでガソリン代を節約する方法としては、タイヤの空気圧を適正にするということがあります。空気圧が低いとタイヤのたわみが大きくなって抵抗が大きくなり燃費が悪化します。タイヤの空気圧は自然と低下していくものであり、1ヶ月でおおむね 5% から 10% の空気圧が低下するとされています。安全面でもタイヤの空気圧チェックは欠かせません。またエンジンオイルの適切な交換も重要です。エンジンオイルが汚れているとエンジンオイルの持つ潤滑性能などが落ち、必要以上の燃料を使用して燃費が悪化してしまいます。エンジンオイルの交換時期は一般的に 15,000km または1年ごとと言われています。給油の際に燃料を満タンにしないという小技テクニックも有効です。燃料タンクを満タンにするということは、それだけ車体重量が重くなってしまい燃費を悪化させる要因になってしまいます。燃費を考えればこまめな給油を行う方が効率的です。今回紹介したように格安スタンドで給油するメリットはお財布を考えれば大きいです。物価高のご時世にあり、少しでもガソリン代を節約したいのはドライバー共通の悩みといえます。もしかすると格安スタンドはそんなドライバーの救世主かもしれません。皆さんも近所に格安スタンドがないか改めてリサーチしてみるのがいいかもしれません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そして
この動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。またツイッターと LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。